はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋ようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。龍が如く5夢叶えし者ということで、皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。約3年ぐらいね、実況等々させていただいておりますがね、病気でちょっと半年ちょっとプレイできない時期がございました。ただありがたいことに、その間もね、チャンネル登録してくださる方がいらっしゃいまして、現在ですね190名ほど2022年の、年末ね登録していただいております。ただこの動画投稿するのは2024年の4月になっているので、ちょっとどうなっているか分かりませんが、チャンネル登録者数ですね1000名を目指していたんですけど、1万名目指しているという状況になっていればいいなと思っておりますので、ぜひぜひですね、皆さんチャンネル登録していただいて、このチャンネルをですね育てていっていただければと嬉しいなと思っております。ハロービルは My name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about 2.5 years. I am aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I'll be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、龍が如く続きやっていきましょう。シンプルに、今回も30分から40分、もしくは1時間以内で終わらせられたら、やれたらなと思ってます。行きましょう。ですね、ニューセルナ、まあ、今回はね、この冴島大河が主人公になったところからスタートですが、ね、なんかお勤めにね行かなくちゃいけないという状況になっているので、なんでケーキ、やっぱ脱獄した刑がやっぱりあれなのかな、罪に問われてるのかな。セレナは多分こっちだったよね。カムロ町はね、だいたいちょっと場所が分かってきたよね。なんかカラオケの場所の横ぐらいがセレナだった記憶あるよね。さあ、ギャングやってまいりました。で、サイジマはね、こう三角長尾ちゃんため攻撃ができて、ただまだ鍛えてないからか、ため攻撃で相手をダウンさせられないな。おいしょ、おいおいしょ、よいしょ、よいしょ、おいっと。サイジマがね、なんかまたね、無所に帰らなきゃいけないってのは、ちょっとなんか、切ないな。だってサイジマはさ、まあ、ちょっとネタバレになっちゃって申し訳ないんだけどさ、冤罪なんですよ。はっきり言ってしまえばね。なのに、無所に行くっていう話になってるから、別のなんか罪でも犯したのかな、冴島さんは。冴島なんか髪型がなんかね、坊主になってるね、これね。錬金だよ。こういうのはね、先に取っておきたいね。技系は取っておきたい。突進、パワーラリアットの極みか。地面でバウンドしてる敵に向かって三角か。ああ、いいね。まず技系からいこうかな。猛虎、宝天、楽。敵を武器のように振り回し、周囲の敵を巻き込む強烈な投げ技。あ、いいね。まあ、こんぐらいあったら、とりあえず技的にはいいかな。行きましょうか。ここをまっすぐ行って、おっと。そこがなんか、何公園だったっけ、児童公園とね、西公園は場所覚えてたけど、あと何があったっけな。よいしょ、うわ、行って、そこが何公園だったかな。結構ね、ジャッジアイズとかでもね、この公園ね使ってたんですけど、ジャッジアイズのね、新作のね、ロストジャッジメントっていうのがあるんだけど、あれもねちょっとプレイしたいなと思ってはいるんですけど、システム的にはね、あっちの方が新しいし、やりやすいなって部分もあるんだけど、一応ね、続きだしね、ジャッジアイズのね、キムタクとですね、カイトーさんとですね、弁護士とね、元ヤクザがですね、一緒にね、動くっていうストーリーなんで、まあ、どっちかっていうと正義っぽさはあるよね、こっちの方がね。あっちのジャッジアイズの方がね、一応ね、元検事で、元弁護士ね、元弁護士で、元検事だとさ、ヒーローになっちゃうから、ヒーローなんて名前だったっけ、クリューさんだったっけ、松坂子さんとかね、小日向さんとか出てるやつね、ヒーローね、ヒーローね、ちゃんと見たことないんだよね。
よいしょ。おお強っ。映画はね、ヒーローね、あの見れる状態だから見てもいいなと思ってますね、ヒーローね。あ、振り返る分には今年ももう終わりか、早えな。いやー、ちょうど年末に撮ってるからこのセリフね、めっちゃ当てはまるんですよ。ですね。警視庁副総監村方の自殺、あれもう半年以上前ですよ。そんなことあったっけ。セレナここだったな。セレナもそのまま入れるか。ニューセレナは伊達ちゃんが多分あれやってんだよね、店長やってんだよね。伊達ちゃん、お邪魔するで。冴島、ゆっくりしていってね。大きいな、まあまあ。冴島ね、マジで髪切ってほしい。冴島ね、ロン毛ね、まあ、絶対似合ってないから。お迎えは今夜だったな。ああ。沖縄で脱獄したかと思ったら、今度は網走でお勤めか。へ、日本、縦断だな。豪語せえなこった。まったくやな。ま、真面目に勤めりゃ早くて2年か。せやな。東の東上会、西の近江連合、この2大組織の力関係が拮抗してるからこそ、極老社会の秩序は保たれる。このバランスが崩れれば両者の抗争だけじゃ済まねえ。その隙をついた海外組織の侵入や、防対法で手が出せねえ素人連中の台頭を許すことになる。だからかつての強い東上会の復活は、正直俺ら警察にとっても必要なことなんだ。皮肉な話だからな。この辺はね、あの、村方さんが言ってたよね。伊達ちゃん、復職したんだったっけ、確か。どこの馬ともわからん連中よりは、首輪についた悪党の方がマシ。わからん理屈やない。ふん。だが今の登場会が抱えている問題は、兵隊の質だけじゃねえ。肝心の幹部連中にしたって、すっかり金儲けがうまいだけの奴らばかりになっちまった。今や、過去最大規模の大所帯とはいえ、所詮張り子の虎。これ前の上野世話会との騒動、あれがいい例だろう。上野程度の弱小相手に登場会がまんまと振り回されちまった。挙句の果てには、内輪の三次組員にまで、寝首をかかれる始末、かつての意向は見る影もねえ。わかっとる。だからこそ俺はもう一遍、塀の中に行く。お勤めは、登場会幹部、若頭、冴島大河として復活するためのいわばみそぎってわけだ。あ。自分の罪をちゃんと償う。何をなすにも、まずはそこからや。確かにな。登場会内部でも、古参連中はポットレのお前が台頭していくのを疎ましく思ってる奴が多い。警察だけじゃねえ。身内から足元救われないようにするためにも、身は綺麗にしておかねえとな。なんかね、ライティングがね、5は微妙なんだよな。ああ。あいつが登場会に戻ることはもうないだろう。冴島、お前と町間、お前らが第五の登場会の柱になるしかねえんだ。お前のいない2年は登場会にとって長すぎるのかもしれねえ。獄中、くれぐれも、下手、打つなよ。ああ、わかっとる。ずいぶん流してもうた、水、いらずんとこすまんかったな。お、おい、ふふ、お気遣いなく、またいつもいらしてね。おおきに。帰ってこいよ、冴島。ああ、ほな。伊達ちゃん、伊達ちゃんさ、娘もいるんだからさ。奥さんとはね、別れてるから不倫にはならないけどね。挨拶は済んだな、用意できたらバッティングセンターに行こうか。うん。なんか、あれらね、奥さんとさ、こう、奥さんが先立たれちゃったらさ、旦那さんってこう早く亡くなるって言うけどさ、新しい恋を見つける旦那さんは、まあね、長生きするっていう話もあるよね。うん。さあ、ホストさん。ほい。今回ね、戦闘までの読み込み時間がちょっと長いんだよね。冴島ちょっともう1レベル上げないと、このガードを崩す技が使えないときついわ。ほい。相手のガードを崩した上でダメージを与えられるって技じゃないとちょっとね。ほい。キリちゃんはね、この連続技ね、4発目がね、ガード崩しになってたから。おーおおお、ほいと。極みじゃなくてもこの技になるから、冴島かなり使いやすいよね。そういった意味合いではね。投げ技が冴島のあれかな？特徴になりそうだね。
能力強化でもう一回行こうか。リガード入れて、あ、来た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 、ガードブレイク。これだよ、これ。ここまで行ったらかなり使えるだろうね。ひるんだ敵に対してためからの強烈な膝蹴りを食らわす。とにかく技をね、強化していく。お金はちょこっとあるから、回復アイテムで買っとこう。どうせね、マジマと多分ね、お勤めに行く前に殴り合いすることになると思うから、彼らの理屈はね、入れへん？彼らの理屈はそういうあれだからね。今回人混みに当たったらね、これ、結構これ、時間食うんだよな。ここって前アイスクリーム屋さんじゃなかった？いつの間にか銀だこになってるし、時間の流れって怖いな。日本は起業したら 98% 潰れるっていうね、お国柄ですからね。よくさ、なんていうの、ペナントが開いてすぐ1年後ぐらいにまた別の店になってるって土地あるよね。ああいうのってさ、どういう理屈でやってんだろうなと思うんだよね。長く続けるつもりでさ、もちろんさ、お店って開業すると思うんだけど、でも1年ぐらいでさ、もう回れなくなってさ、すぐにお店をさ、変えるわけじゃん。お店畳むわけじゃん。よいしょ。ほいと、これですよ。よいしょ。よいしょ。いや、それがね、いまいちわからないっていうところがあって。もちろん儲けが出ないからさ、あれ、おい、儲けが出ないから、まあ、店畳んでっていうのは分かるんだけどさ、採算が取れるつもりでさ、ね、飲食店出してるわけでしょ、リサーチはしてると思うんだけどな。飲みすぎてな、ちょっと汗流して酒抜きたいわ。バッティングセンターにでも行くか、ホテル街のとこにあるし。ヒント出してくれるね。カムロ町はね、正直かなり覚えてるよ。道は。もうね、いろんなシリーズでね、もうこっからね、0から4まで走ってるし、ジャッジアイズでも走ってるから、相当カムロ町に関してはね、覚えてますね、場所はね。あれ、中公園だったか。さっきよく行くって言ってたですね。よいしょ。倒れた後に。よいしょ。ほい。さあ、冴島。よいしょ。よいしょ。おお。そう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 。まあ、別の動画でも多分喋ったと思うんだけど、ね、オペレーション Z っていうですね、真山仁さんがですね、書いてる小説が原作のね、作品を、まあ、映像作品見たんだけど、まあ、すごい面白くてですね、それがですね、レベルアップ、ここはちょっと貯めとこうかな。でね、まあそういうのの関連、そのね、原作が一応あってね、原作チロッとですね、まあ、試し読みしたらね、それもちょっと面白くてね。おじき、お疲れ様です。あ、西田だ。真島の兄弟来とるか。はい、もう中でお待ちです。真島の兄弟はもう中におる。せやけど今日でシャバともしばらくお別れや。もう一遊びしに行こうか。いや、十分だよ。そうか、ほな最後の挨拶しに行くか。西田、俺がおらん間、兄弟のこと頼んだで。うっす。どうかお気をつけて、おじき。あ、わがとる。この挨拶の仕方ってなんかあるんかな、意味がね。いわゆるマナー教室で学ぶ挨拶の仕方じゃないよね。これでいいのかって思うんだけどね、逆に。ちゃんとした45度のおじぎじゃないじゃないですか。背筋をピンと伸ばして。さて、やっぱね、真島かっこいいよね。なんだろうな、この人のかっこよさは。まあ、スタイルがいいんだよね。龍が如くシリーズの中では特にね、真島はね。あと目がね、綺麗。真島は。
あと髪型とかね、意外にね、こう清潔感あるんだよね。冴島はね、髪切った方がいいって。もうこれだけは言わせてくれ。髪を切ってくれ、冴島。どないしたんや。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で。最近、前は打てた球が打てへんねや。目、悪なったんちゃうか？片目しかないからな。お前は大丈夫なんか？兄弟。何がや？もう俺らも若いない。たかが3年とはいえ、無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして、習慣の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ。何かな君たちは。ゴーミリン号かな。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんぐ。今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹何倍も言わないしな。俺はお前が無所暮らしできるかどうかしっかりこの目で確かめさせてもらうわ。兄弟、お前ほんまに後悔せえへんな。何がや。俺とここでやり合わんかったらもう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。それでもええんやな。ああ、分かったわ。ほな、あんま時間もないことやし、さっさと片付けたろう。俺の今の力、目ん玉ひんむいて、よう見とけや。これ冴島のさっきの投げ技がめちゃくちゃ効きそうなあれだね。敵の配置だね。さっきのやつか、猛虎の心得傀儡。あ、さっき使ってたやつが技だったのか。ヒート状態じゃないと使えないわけね。はい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 、これね。ほいっと、よいしょ。こっからさっきの技を使うと、あら、よいしょ。こっから足を掴んで、よいしょ。うわ、振り回しは空中に浮かんでる間でも使えるって書いてあったけどな。こっからだから掴みでこうか。よいしょ。まあヒート状態でしか使えないんだったら微妙だよね。よいしょ。そりゃ、サイジマね、タックルも実は強いんだよね。攻撃力だけだったら純粋に多分サイジマが一番高いんじゃないかなってね、思わせる感じだったよね、龍が如く4で。連打に関してはね、使いやすさに関してはね、完全に秋山さんがね、良かったんだけど。あ、秋山に会いに行けばよかったな、スカイファイナンスの。しまったな、行けたんじゃないか、秋山んとこ。いや、さすがに無理か。バットの熟練度曲げとこうか。金色のバット。よいしょ。ほっ。別に色がついてるからってさ、強いわけじゃないんだけど、なんか金色だと強く感じちゃうな。今川越支部が映ってなかったか。これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ、兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。そやったらなんでこないなことしたんや。いや、その通りや。
昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。俺はもうお前の相手できへんのや。なんだ真島病気でもあったか。俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんねん。兄弟らしないで。俺もヤクザや。強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失った人間は力ある人間にその道譲らなあかん。西島、お前は登場界の力や。絶対に強いまま神室町に戻ってくるんやで。うん。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。ほんまえ。その登場会の力をなんで獄中に送るかな。初っ端から意味がわかんないよ。送るなよ獄中に。引き止めろってなんとかして。お迎えが来たで。ああ、やっぱり18人殺しの濡れ衣を課されたまま連れて行かれるのか冴島タイガーは。それはちょっとかわいそうだよ。せめてそこだけはなんとかしてほしいよね。してないんだから冴島タイガーは。ねえ、そこだけはさ訂正してほしいよ。脱獄した罪、いや脱獄したのも罪じゃないよね。どっちかっていうとだから警察の不祥事でしょ。無実の人を捕らえたんだからさ、これは冤罪で捕まっ、冤罪で起訴されても文句は言えんぞ。2012年12月某日、網走刑務所。何者だこいつは。やっぱり顔のレンダリングが少し変わってるよね。4と5ではね。あ、こいつ。こいつあれじゃん。東堂平介じゃん。龍が如く維新。PS3 版で出てた。東堂平介役の人じゃない?平介の役の人良かったんだよね、すごいね。こいつはちょっと出てないけど、こいつはそうだよ。なんか本読んでるね。浅井島。読書はね、いいよね。やっぱりね。まあいろんな時間の使い方あると思うけど、最果ての地。まあ映画もいいんだけど、やっぱ文字を読むっていうのはね、やっぱ知的作業になるから、なんか見るっていうだけよりかはもっと頭を使うよね。なんか考えながら見てたら多分頭使ってると思うんだけど、多分ただ見てるだけっていうよりかは文字をねやっぱり追ってる方がですね頭を使ってる気はしますよね。こない寒い日にも運動時間はなくならんのやな。さて、誰と知ってるやつでもらんかの。ただやっぱりね、自分がわかるレベルのことしかやらなかったらそれ以上のレベルには絶対にならないから。これはね、私がね、ギターを音楽やってて、もう今ちょっと指が動かないからできないんだけど、それやってた時にね分かったことですね。同じことしかやってたらね、それ以上になりません。珍しいですね。
西島の親分が運動時間中グラウンドにいるなんて。親分？そんなことないやろ。それよりその親分ちゅう言い方、ええ加減やめてくれ。今さらいいじゃないっすか、同部屋の馴染みなんてし。それに西島さん、元は登場会の大親分さんだったって話じゃないですか。誰に聞いたんや。誰とかじゃなくて、かなり噂になってますや。昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。シャバで有名だった受刑者の噂はすぐに広まりますからね。あ、そうそう、そういえばそろそろじゃないですか。何がえ。仮釈放っすよ、仮釈放。もう西島の親分が入ってきてから2年くらい経ちますよね。そんなもんやな。確か親分の罪状は傷害で3年でしたよね。ならそろそろ仮釈放の許可が下りてもおかしくない頃ですよ。そううまいこと言ったらいいけどな。まあここの刑務官、特にあの副署長さんは冷徹な感じがしますからね。副署長？ああ、あの愛想ない刑務官のことか。まあお互い刑期も短いことですし、刑務官、特にあの副署長には目つけられないよううまくやっていきましょうや。ああ、そういえばババちゃんが親分さんのことを探してましたよ。ババ？やだな、忘れちゃったんすか。同部屋のババちゃんですよ。ああ、あの若い兄ちゃんのことか。ババちゃんなんか親分さんに相談したいことがあるみたいでしたよ。俺が相談なろうかっつったら、同業の人にしか話せないって断れちゃって。同業？ちゅうことはあいつも筋もん言うことか。ま、何の悩みか知りませんが、時間があったら話聞いてみてやってください。ババはどこにおるん？さあ、あ、大島さんなら知ってるんじゃないですか。あの人運動時間中一歩も動かないでベンチに座ったままグラウンドの様子眺めてますから。分かった、聞いてみるわ。今回のね、ごとく龍河ごとく5はね、自分が喋るあれがないからあんまり、元の会話聞いてるだけなんだよね。さてこいつは何者だろう。畜生、何が運動時間だ。こんな薄着で外にいたら死んじまう。ババちゃんって言うんだね、あの若い、あの人ね。あ、この人か、大島さん。あ、さっきの西島さんか。どうした、また鎮痛剤回してほしいのかい。なんで鎮痛剤なんだよ。いや、そんなんちゃう。たまには運動しとこか思てな。そうかい。ところでまだ俺以外の同部屋のやつら知らないのか。この数ヶ月あんたがあの連中に目つけられてるってこと。ああ、話してない。巻き込んだらあかん思てな。あんたあの連中から恨みを買うようなことでもしたのか。表にいた頃なんかあったとか。いや、覚えないな。俺がシャバにおったんが1年ちょっとやしな。それにしちゃ随分しつこくつきまとわれてんな。半年前連中がここへ入所してきてからずっと揉め事があったわけでもないのにな。もしかしたら俺がいた組織に恨みある連中かわからん。そうか。だが気をつけろよ。最初はよくある喧嘩程度に思っとったが、最近は連中のやり口もエスカレートしてきてる。次は鎮痛剤じゃ済まないほどの大怪我負うことになるかもしれんぞ。前から気になってたんだが、あんたどうしてやり返さないんだ。あかんのや。手出したらあかん事情があるんや。シャバの話か。俺は何があっても耐えて、一日でも早うここ出る必要がある。なるほどな。だから手を出せないってことか。
だがこのままじゃ仮釈放まであんたの身が持たない。刑務官には相談してみたのか。いいえ。どうしてだ。副署長の高坂なら取り合ってくれるはずだ。厳しい男だが、反面悪事を見逃すような男じゃない。相談する価値はあるんじゃないのか。刑務官やら副署長をそない簡単に信用できへん。沖縄第二刑務所の話だな。俺も噂には聞いてる。確かにあそこならそういうこともあるかもしれん。だがここはあの刑務所とは違う。一度真剣に考えてみたらどうだ。考えとく。うわ、そういえば同部屋の若造はあんたのこと探していたぞ。ババちゃんのことか。さっき日村にも聞いたわ。あの若造は出所後のことで悩んでんだよ。出所後？ああ、あいつがここに移送されてきてから1年が経つが、その間一度も面会をしに来たやつもいない。一度それとなく訳を聞いてみたんだが、そしたらあいつ突然泣き出してな。あのババガか。どうやらあいつ組のために殺しやったみたいなんだが、捨てられたようだ。なんやて？あいつ殺人やったんか。あの気の弱そうなババのことだ。きっと決死の思いで殺しやったに違いない。でも組はあいつを見捨てた。まあヤクザの世界じゃよくある話なんだろうがな。ほな、ここに移ってくる前からもう長いことお勤めしとったんやな。二十歳で人殺して無所に入って10年だ。帰る家を失ったババにとってこの時間は大きすぎる。ババは数日中にも仮釈放が許可されるらしい。それで表に出た後何するのか悩んでるんだろうよ。そうか、そんなことが。あんたもそっちの業界の人なら似たような境遇の人間何人かは知ってるだろう。同部屋のよしみであいつの悩み聞いてやってくれよな。ああ。冴島ちょっと体格がすごすぎるな。冴島やっぱり髪短いほどかっこいいな。しかしあのババちゃんが人殺しとは、昨日優しそうな兄ちゃんにしか見えへんかったが、確かこの先のベンチでババちゃん見かけたな。ん？あいつか、ババちゃん。なんか、アイテム転がってそうだったけど。ババちゃん。龍が如く一緒に登場してたよね。冴島の兄貴。俺のこと探しとったみたいやな。日村と大島のおっちゃんから聞いたわ。あ、いや、それでしたらもう。どないして？なんや？相談したいことあるんとちゃうんか。大丈夫っす。もう断ってきましたから。断るって何故？仮釈放っす。今署長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと？だってここ出たって何にもいいことないし。まあ今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いた。殺し合ったんやてな。ええ、二十歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど、それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと。はい。兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで、最初は入った無所が関西だから面会に来れないんだと思ってました。
でも7、8年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああもう俺捨てられたんだろうなって。ババちゃんあ、すいません辛気臭い話しちゃってでももういいんです、吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した、だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。ほんまにそれでええんか、お前ほんまは怖いんとちゃうか、表出んのが。西島の兄貴、実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると外の世界が怖なってしょうない。そやけどな、いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は表出なあかんねえ。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工作業班の連中。何の用や。分かってんだろ、うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。西島の兄貴と何の関係が。お前は引っ込んどけなんだ後ろのガキは。ふん、同部屋の若造か。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。ようあんのは俺だけやろが。まあいい、ついてこい。怪しいな。連れてきました班長。あれ、維新の山崎進じゃないか。一週間ぶりだな佐江島。やるならさっさとせえ。そう怒んなよ、せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。なんだこいつ気持ち悪いな。うわ、おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。うわくる始めろ。うわっ！え、西島なんで反撃せえへんのや。お前みそぎとかそんなこと言ってる場合じゃねえぞ。そんなところで筋通すとか言ってる場合ちゃうねん。西島の兄貴、兄貴、どういうこっちゃ。これ呼び方が変わってるよ兄貴に。木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきた
あの気持ち悪いハゲか。理由はわからんが、3ヶ月くらい前から西島は国原のグループに狙われていた。週に1度か2度運動時間中に呼び出され、継続的に暴行を受けている。大島の奴さん、あんた前からそのこと知ってたんすか。一度西島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら俺らまで国原に狙われるだけだ。それに西島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になれば、あの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで西島の追い番はやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは後世。いや、副署長さん、これは単なる事故で、俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これには訳が。日村副署長、ちょっとこれはないんじゃないですか。うわぁ、この刑務所もまた訳ありだな。なんで冴島はそういうとこに連れて行かれんだよ。お前はなんか持ってるな。食事だ。どうして手を出さない。副署長、なんであんたがここに。私の質問に答えろ。なぜ手を出さない。別に、ただ飯が喉を通らんだけ。飯の話じゃない、釘原のことだ。お前が釘原たちに暴行を受けていることは知っている。だがなぜお前はそのことを黙っているんだ。おとなしくしてれば仮釈放が早まるとでも思ってるのか。甘いな。私は理由はどうあれ、署内の風紀を乱す人間を模範囚として認めはしない。特に出所してからも裏社会に関わろうとしている人間はな。だが私も刑務官だ。むやみに暴行を受けている囚人を放っておくわけにもいかない。お前が釘原たちに暴行を受けないよう対処するくらいのことならできる。お前さえよければ刑期終了までこの懲罰房に置いてやってもいいんだぞ。私が署長に一言反省の色なしと報告すれば済むことだ。どうする。余計なお世話や。何。もし俺がここにおったら、同じ棒の人間が釘原たちに狙われてまうか分からん。同部屋というだけでもう仲間気分か。そんなんちゃう。せやけど俺やなかったら耐えられんで死んでまう。釘原の標的は俺でええんや。自分が標的になることで他に被害を出さないつもりか。これは私の推測だが、あいつらの狙いはお前だけだ。いくら釘原といえど、手当たり次第暴力行為を重ねるようなバカな真似はせんだろう。つまりお前が耐えるだけ無駄ということだ。要件はそれだけか。食事が済んだらすぐに懲罰房から出してやる。それでいいんだろ。おおきに。
貧乏ゆすりやめてくれ。気になって仕方ねえ。すいません。西島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、俺らじゃどうにもできねえんだ。それに懲罰房なら少なくとも3日は帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなことわかってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういやお前、西島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか。うん、まあ。何の話だったんだよ。西島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それはその、なんだよ言えよ。出所後のことだろ。極道門にはここでた後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよそんなことか。そういやお前、そろそろ仮釈放だもんな。いいよな、今頭の中夢いっぱいって感じなんじゃないの。いや、それがそういう感じじゃないっていうか、その、断ったらしいじゃねえか、仮釈放の話。刑務官から聞いた。な、ま、マジかお前、嘘だろ。副署長との面談でまだ罪を反省できてないと言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかお前。どういうことなんだバーバ。西島の兄貴。おかえりなさい西島さん。懲罰房行きにしよう。ずいぶんとお早いお戻りで。はあ、ようわからんけど、副署長の男がすぐに戻れるように手配してくれたようや。副署長って、あの高坂が。署内の揉め事にはいつも厳しいあの男が、どうして。さあな。そやけど仮釈放を期待すなて釘刺されたわ。あの男、極道門が嫌いらしい。まあ高坂は厳格な男だからな。あんたがシャバの大物ということを知って、署内で下手に人脈を作らせないよう警告したかったのかもしれないな。しかしよ、そんな薬剤嫌いな副署長相手にわざわざ出所したくねえなんていうバカもいるんだから、本当おかしなもんだぜ。ババちゃん、やっぱり考えは変わらんが、明日にでも高坂に再面談を申し出たらどうだ。まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけじゃない。改めて反省の色を示せば向こうも仮釈放を認めるかもしれない。ああ、もう辛気くせえな。せっかく西島さんが戻ってきたんだ、こんなバカほっといて、あ、もっとこうパーッと明るい話でもしませようぜ。あ、そうだそうだ。なんやこれ、地図か。これは札幌の月見野の地図だな。ほら、みんな集まって。それじゃあ、いつの日かここから出られる時のことを考えて気分転換しましょう。気分転換？ねえ、イメージトレーニングってやつですよ。いろんな想像巡らして、頭の中で月見野に行った気分になって思いっきり遊ぶんです。ちっ、なんだそりゃ、ガキの遊びにもならねえじゃねえか。そう意地張らないで、やってみれば楽しいですって。ね、西島さんもやってみましょうよ。おら、ババ、お前も来い。はい。
いいですか。それじゃあみんな、月見野の街を頭の中で想像してみてください。会いに行くやけどな、俺は月見野をよう知らん。そういや佐島さん、北の人じゃないですもんね。じゃあ声はどうです。俺が月見野に行った頃の話しますから、佐島さんは俺になったつもりで思いっきり頭の中でそのシチュエーションを想像してみてください。きっと本当に遊んだような気分になるはずですから。まあいいけど。それじゃあ行きますよ。これで北海道編がもしかしてスタートすんの？月見野って札幌？これが月見野か。そうそう、いい感じじゃないですか。そやけど、これ以上は地図だけじゃイメージわかんで。大丈夫、俺が月見野にいた頃の話をしますんで、それを自分のことだと思って想像してみてください。ようわからんけど、まあええわ、頼む。じゃあまずは、そうだな、俺がキャバクラ行った時の話しますよ。店は町の南、ラベンダー通り沿いにあるんです。まずはそこに向かってみましょう。ラベンダー通りか。ま、行ってみようか。せやけど、さすがにこの格好じゃ雰囲気出えへんな。いや、だからロン毛やめろって。こんな感じか。ふふ、この格好も久しぶりやな。さ、行きましょう。ラベンダー通りっすよ。なにこれ。これが北海道？北海道編？うん。じゃあやっていきましょうか。ラベンダー通り、月見の、ここまっすぐか。これがもうちょっとはっきり見えないと街を探索する楽しみがないぞ。でもこの寒い雰囲気はちょっと嫌だな。スカイリムみたいなさ、寒い街とかのゲームすると体調悪くなるっていうね。この店です、いい雰囲気でしょ。結構高そうな店やないか。こんなところで遊べてたんか。へへー、実はその時手元に1000万円ありまして。1000万、ずいぶん景気のいい話やな。ほんまかいな。本当ですって、俺こう見えてもシャバにいた頃はブイブイ言わせてたんですよ。さあさあ、俺になったつもりで1000万懐にあると思ってきてください。今日は遊ぶぞって。1000万円懐に湧いて出てきた。おう、こんな感じか。そうそう、大金を抱えた気分ってのはいいもんでしょ。何でもできそうな感じっつうか。で、俺は息を言おうと店に入っていったわけです。1000万。月見野ってススキノのことかな。札幌といえばススキノって言うよね。いらっしゃいませ。ローズヒップへようこそ。当店では最低でもセット料金8400円、それにサービス料金3150円が必要となります。ご指名の場合はベッド使用料3150円も加わります。ご入店されますか。おう、今日はぶっちゃけめちゃくちゃ金あるから人気の子頼むよ。かしこまりました。で、俺はこの店で人気のかぐやちゃんをさっそうと指名したわけです。失礼します。かぐやちゃん、かぐやちゃん美人じゃないですか。どうです、冗談でしょ。かぐやちゃん26歳、サソリ座の A 型、家族は妹が一人で、趣味は格闘技鑑賞。隠して俺はかぐやちゃんとの甘いひとときを満喫するわけですが。何頼みます。ちょっと998万。シャンパン白にしとこうかな。ほな、これ頼むわ。いいですか。あら、乾杯。お疲れ様。いや、かぐやちゃん、佐島さん、どちらからいらしたんですか。100万のしときゃよかったかな。東京や。月見野にはお仕事で？うん、初めの予定より何ぼか早う終わってしもったかな。じゃあのんびり月見野で遊んでいけますね。せやったらよかったんやけどな。私、仕事で神室町に行ってたことがあるんですよ。なんやて？
ああ、キャバクラの仕事でか？はい、ちょっと稼ぎに。なんで帰ってきたんや。なあ、なんで帰ってきたんや。やっぱりこっちの方が良かったんか？いえ、初めから3ヶ月くらいで帰ってくるつもりだったんで。うちに来んか。短いの。そうか。短いの。ほな、その間どこで寝泊まりしとったんや。ああ、それは友達の家に。こっちから上京して就職してる子がいたんで、その子の家に泊めてもらってました。いや、3ヶ月も長居するのはねえ、結構邪魔だと思うぞ。持つべきものは友やな。西島さんもそういうのどうですか？性に合わんな。いや、性に合わん。男はそないフラフラせんと、自分の家にどっしりと交渉するのが一番や。西島さんは堅実ですね。ザ・昭和っていうか。ダメなの。超マジ。自分も昭和生まれやろうが。26歳で昭和生まれなの。西島さん、男の子に女の子にばかり喋らせててもつまらない男だと思われちゃいますよ。せやけど、どないしたらいいんや。そうですね、たまにはこっちから話振ってみたり、追加オーダーを入れたりしてみたらどうですか。まずアフターに誘ってみましょう。なんやと、いきなりハードル高い気がするが。何言ってんですか、アタックあるのみですよ。まあいいか、ほなやってみようか。何これ。質問する。そしたらまずは、とりあえずアフターに誘ってみましょう。きっとうまくいきますよ。いきなりアフター無理だろう。とりあえずアフターに誘うの？しゃあない、アフターに誘うか。誘う。この後アフターどや？この後ですか？ええ。私もまだ、西島さんと一緒にいたいです。なんやて？そうか。西島さん、生まれは東京じゃないですよね？ああ、関西や。やっぱり関西の人は言葉ですぐ分かりますからね。そりゃそうやろ。なる。自分どこの生まれや。私は北海道生まれ、北海道育ちですよ。どさんこやな。そうそう、どさんこ。どさんこの人をどさんこって言われると喜ぶっていう。そうか。北海道のどこや。札幌です。お、札幌都会っ子じゃないか。ほんまか。それにしてはなまりがないんやな。東京におったせいか。いえ、子供の頃からずっとそうですよ。北海道の子ってなまりないんです。嘘やろ。おいおい、出て少しくらいなんかあるやろが。ああ、自分では気づいてないだけで、東京の人が聞いたら実はなまってるとか。だったら超恥ずかしいんですけど。かぐやちゃん超かわいいな。安心しろや、今んとこセーフや。あんた東京もんじゃねえやろが。よかった。やった。北海道言うても広いやろが、札幌だけ特別っちゅうこともないんか。多分。ひょっとして。ほな、方言も知らんのか。知らないってことはないですけど、なまらとか。でも使わないんですよね。そうか。そうか。これも時代かもしれんな。青森とか東北の人の方がメッサなまってますよ。メッサ。超マジ。メッサっちゅうのはどういう意味や。え、メッサって言いません？言わへん言わへん。いや。知らんわそんな言葉。言いますよ。やった。韓国共通ですって。あのね、青森弁がね、ガチの青森弁をね、YouTube で流してる女性がいらっしゃって、聞いたらね、ハングルにしか聞こえないんですよ。マジですごいからね、青森弁。さすがにバンコクはないやろ。さ、いろいろやってみましょう。行動する。話題振ってみようか。何を話そう。あ、巨乳が多い。あ、ほっか。北海道の話題行こうか。北海道はほんま広いの。月見の以外にも見るとこ多くて、とても回りきれんわ。そうですね、私もほとんど行ったことないですよ。ほんまか。
たまに小樽に行くことはありますけど、あと函館に行ったことあります、修学旅行で。もっと外に出ろや。網走はどないや。な、網走はどないや。網走って刑務所のあるところですか？北海道の北の方や。最北や最北、行ったことないんか？ありませんけど、刑務所以外に何かあるんですか？何って、ニポポ人形とかありやないか？え、なんて？何？ニポポ人形や、網走の特産品やろが。へー、そうなんですか。お、全然知らないです。好感度上がった。西島さん、網走に詳しいんですね。ま、捕まってますから3年ほど。西島さんはお化けとか幽霊って信じます？見えるで。ああ、見えるで。せやから信じるしかない や, ないやろ。お前のすぐ後ろにも。やだ、ちょっと、そういうの本当に勘弁してくださいよ。下がっちゃったよ。なんや、怖いんか。私、子供の頃から階段とか本当苦手なんです。そういうの聞いた後は夜も怖くて電気消せなくなっちゃうんですよ。そりゃごめんな。昨日たまたまテレビをつけたら心霊現象の番組やってて、おかげで今日は寝不足ですよ。いや、消したらよかったやん。ああ、何がそんなに怖いんや。な、何がそんな怖いんや。なんか子供の頃に見たホラー映画のお化けがとにかく怖くて、それがトラウマになってるんだと思います。いや、わかりますわかります。あれってさ、ホラーとかってさ、とかお化けのやつってさ、年齢制限ってしてないのかな、あれって。なんか P12 とかさ、 P14 とかさ、あると思うんだけどさ、ね、どうなんだろう。あ、映画か。そんなん作りもんやないか。どうせ中には人間が入っとんのやで。映画の中ではそうかもしれませんけど、実際に実物がいたら怖いじゃないですか。怖いやろな。そやな、怖いやろな。足がなかったりするんやろ。夜中にそんなん出くわしたらゾッとせんわ。いやだ、ちょっと言わないでくださいよ。想像しちゃうじゃないですか。また下がったよ。 お前から話振ってきたんやろうが。ダメなの？そろそろお時間となりますが。ご延長なさいますか？だってアフター、いや、しないしないしない。かしこまりました。アフター来てくるんでしょ。お会計はこちらになります。ありがとうございます。西島さん、なんや。じゃあまた後でね。ああ。かぐやの好感度 F ランク。ダメじゃん。ダメじゃん。頑張ったのに。冴島さん、冴島のかっこいい顔でサムネ決めようと思ってたけど、かぐやちゃんのサムネになっちゃうよ、これ。冴島さん、お待たせしました。どこ行きます？どこや言われても月見のことよう知らんしな。佐島さん、カラオケですよ、カラオケ。デートって言ったらカラオケでしょう。よくある定番ルートだね。居酒屋デートってやつね。居酒屋行ってカラオケってやつね。カラオケなんかどうや。カラオケから最近行ってなかったりからいいかも。ほな、行こか。何歌うの？いらっしゃいませ。何名様でしょうか？二人や。そうでございますか。二名様で1000円になります。ではごゆっくりどうぞ。いや、カラオケとはほんとしばらく行ってないからわかんないよ。曲に合わせてタイミングよくボタンや方向キーを入力していくリズムアクションゲームです。歌詞の進行とともに伸びていくバーと操作アイコンが重なる瞬間に正しい入力ができれば入力成功となります。これはまあ入力を成功すればするほど高得点を得ることができます。あ、これそれぞれのさ、章によってさ、ミニゲームが一個ずつある感じなんだね。最後まで歌合わせを得ることができればクリアとなります。曲をしっかりと覚えて入力を成功させ高得点を出しましょう。マラカス手拍子。手を振るとかあんの？ふう、冴島さんとカラオケなんて超楽しみ。歌うハイスコア、履歴、ランキング、ルール、変える。歌うしかないじゃん。
何歌おうかな。最近ルージュオブラブって曲をよく聴いてるんですよね。ルージュオブラブ、じゃあ行くか。無難に愛の手。また著作権に引っかかるものを出してくるな。え？ルージュオブラブ。Everybody say ルージュオブラブ。あ、早い。赤く染めるで、ルージュオブラブ。ゴーゴー、おい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 。カモンベイ。早島さんの間ってちょっと邪魔なんだけど、めちゃくちゃ。ねえちゃん、おい。サイヤ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 。プリティーフェイス。俺もかい。おい、姉ちゃん、おい。海のような存在。怯えてるわ。とても自由。オールジョブラブ。オールジョブラブ。Can't take my heart。心にもね。ルージョブラブ。ね。Everybody say ルージョブラブ。ラララララララルージュオブラー。いや、鬱陶しい冴島のこの愛の手、いらんわ。これはこれいらんって。せっかくのさ、この子のさ歌声聞きたかったのにさ、810点か。いやいやいや、冴島の愛の手がちょっとね、いやちょっと、え？いや、かぐやちゃんが810点、せっかくのかぐやちゃんが。楽しかった、冴島さん。意外とノリいいじゃないですか。歌聞かせてくださいよ。ねえねえ、冴島さんも歌聞かせてくださいよ。歌う。よっしゃ、ほな歌おうか。ああ、強くなくっちゃ。バカみたい。バカみたい、子供なのね。なんなんだよ、これはよ。しっとりしたバラードなのか。バカみたい、聞いてくれ。バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑え。I love you もろくに言わない、口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、どれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたい。なんでさ、思い出がさ、あの空手道場のあのおっちゃんなんだよ。竜がごとく4で出てきたさ。
いや、あんたとの思い出じゃねえんだよ。やすこちゃんとの思い出出すよ。どうせ出すんだったら。さえじま。さて、810点超えるかな。わあ、超えちゃった。やばい。超えちゃった。うん。キングカズノコ。うん、冴島さんも結構やるんじゃない？お、そうか。ふう。そろそろお時間となります。お帰りの際は、マイクと伝票をフロントまでお持ちくださいませ。ありがとうございました。感染拡大するやつだね、これ完全にね。どうもありがとうございました。いやいや、歌った歌った。と、このように俺はかぐやちゃんとのカラオケデートを満喫したのでした。どうです？うまくイメージできました？女と話したなんて久しぶりや。ま、空想やけどな。保養になったわ。そりゃよかった。んで、散々遊んだ。俺はお腹ペコペコを続きまして、ミシに繰り出すわけです。猛烈にお腹が減った。ちょっと今飯の話出さんといて。私も腹減ったやん。飯か、無償の中でろくなもん食えてへんからな。月見野はうまい食い物屋いっぱいありますからね。定番は松尾ジンギスカンで、ね、ジンギスカン鍋っすね。銀だこ&ハイボール酒場で手軽に小腹を満たすってのもおすすめですよ。あ、まだ女に飢えてるようでしたら、居酒屋花子ってのもありですよ。あれ、てか、あん時俺どこ行ったっけ。まあいいや、ここは佐島さんの食いたいものを食いに行くイメージ行きましょう。ジンギスカン、たこ焼き、居酒屋か。確かにどれも良さそうやな。さて、どこに向かうとするか。え？どこ行ってもいいの？どこ行ってもいいっていうか、どこも向かう感じじゃん、これ。じゃ近いとこから行こうか。よう分からんな、このイベント。銀だこ。いや、銀だこよりもその、あっこにしよう。花子に行こう、花子。ちょっと、ねえ、ちょっとバイバイしちゃって寂しいからさ。ん、どこ？こっち？ここか。ここに入ろう。お、居酒屋花子、キャバだけじゃ飽き足らず、さらに美女を求めるわけですね。冴島さん、入りますか？当然入るよ。あ、シャバの空気を味わっとくとするわ。じゃあ入りましょう。迷わず行くよ、冴島。いらっしゃいませ。どうぞこちらへ。ご注文はお決まりですか？すげえ格好してんな。寒くないのか？男のドライジンジャーハイボール、白州、山崎ウーロン茶オールフリー、ソウルマッコリー、花子オリジナルウコン。いや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 。いや、まあここはちょっとプレ生で行きましょうか。食べ物は何にいたしましょうか。あー、ホッケー。あー、北海道オニオンフライか。これいっか。氷。鮭とばの炙り。いいね。北海道定番ラーメンサラダ。あー、これうまそうだな。甘カトリのザンギ。北海道では唐揚げをザンギと言います。肉厚でジューシー感がたまらない一品です。これ以上食べられへんわ。なんだと？じゃあ2個にしよっか。うん、いけるな。うん、わ、回復した体力が。やった。ありがとうございました。うん、お礼はこちらになります。どうもありがとうございました。いや、これ腹が減りやすい人ってどうすんだろうね。なんかコンビニとかあんのかな？無償の中に。どうでしたか？冴島さん。不思議なもんや。ほんまに食った気がするわ。おう、いい調子じゃないっすか。いい女にうまい酒、早いとこ現実でも味わいたいっすね。せやな。と、腹も満たしていい気分の俺ですが、ここで一つ問題発生。ん？この十字路に差し掛かったとき、まさにそのとき、四方からチンピラの群れが殺到してきたのです。なんやそれ。いいからいいから、ほら、チンピラの群れっすよ。イメージしてください、イメージ。付き合い綺麗な。
こんな感じか。でもなんでや。さっきのかぐやちゃん、あの子を大層気に入っちゃってるやつがいて、まあそいつがこの辺のグレン隊のボスってやつわけです。で、下っ端集めて嫌がらせか。大げさな割にちっちゃいやつやな。てめえがこら、俺のかぐやに手出したのは。こんな感じか。まさかこいつ全部の客にこれやっとるのとちゃうやろな。いえいえ、さすがにそれは、ほら俺がかぐやちゃんとマジいい感じにカラオケデート決めちゃったんで、そのせいかと。それもお前の勘違いちゃうんか。んなことないですって。で、この絶体絶命の状況か。しかし俺は余裕の笑みを浮かべたのです。余裕かましてんだこら、おいぶっ殺しまえ。怒るボス、迫るグレン隊。俺は鮮やかにファイティングポーズを構え、穏やかにか、敵を迎え撃つのでした。わざわざ空想で喧嘩する羽目になるとはな。前やってみるか。うん、1分払そうぜ。釘払とかやつに、よいしょ、ボコボコ、あの痛めつけられた。1分が溜まっとんのじゃ。こっちはあんなやつぶん殴ってしまいにできるパワーがあるんじゃ。サイジマにはよ、サイジマ悪いのはあれがないな。道島リュウさんにはあったもんね。キリュウちゃんには。よいしょ、ほら123の4発目が飛び蹴りになってんだよな。前はね、これね、ぶち込むアタックだった気がするんだよな。これ飛び蹴りじゃなくて12でいくか。これか、1のこれの方が強いな。さあレベルアップ。冴島戦意外に早く終わるか。もしかして経験値のたまりが早いぞ。うがが強すぎる。かくして俺はグレッタを単身退け、かぐやちゃんとの愛をこの踊りのように貫いたのでした。まあいい気分転換になったからよしとするわ。さてさて、次に俺は消灯5分前。あら、そろそろ就寝時間ですね。今日はこれぐらいにしときましょうか。せやな。これ毎日やんの。どうです、案外いい気分転換になったでしょう。ったく、おめえさんの話はどれもこれも嘘くさくてかなわん。全部本当なんですって。それにせっかく想像するなら、そのくらい夢がある話の方がいいでしょう。どうあがいだって、俺らがシャバで飲んで食って遊べるまでにはあと数年はかかるんですからね。俺らにだって生きることを楽しむ権利はあるんです。死ぬまでここにいるってなら話は別ですけど。だから今ここでこうして耐えて身を洗って、シャバの楽しいことを目いっぱい考えて、明日が来るの待ちましょうよ。楽しいシャバが待ってる。だから早く罪を償ってここを出たい。そう思う方が囚人として健全ってもんじゃありません。そうだな、ここにいるだけが俺らの人生じゃない。無期懲でもない限り、俺らはここから出て最後はシャバで死んでいくんだ。だから俺たちも早くシャバに帰りたいと思うようにしねえとな。にっ、そうね。いや、日村さん、響きうるさいっすよ。あの、冴島さん、俺、さあ、ババちゃんは出ていくことにしたかな。翌日切る運動時間、怪我の治療に思いのほか時間取られたな。ドッキョボにババちゃん姿がなかったが、運動場におるんやろうか。さあ、ババちゃんはもしかしたらもう、出生の願い出してるかもね。つうか1時間20分経っちゃってるし、
今回はムービーとかあれが多かったからな、異常に。どうしようね。もうセーブして終わってもいいけどね。聞いたか、あの噂。いや、そっちこそ。お。井村か？もうすぐ待ちに待ったお正月だ。おせち料理が今から楽しみだぜ。うん、確かにここにおったらそれくらいしか楽しみにないからな。そういえばあんた知ってるか、北海道じゃおせちを大晦日に食べるらしいぜ。なんやと簡単に食うんとちゃうんか。同胞の北海道出身のやつに聞いたんだが、こっちはそれが当たり前らしい。さすがに刑務所ではそんなことはないけどな。北海道のおせち料理か、シャバに出た時話のネタになりそうやな。高坂、あのクソ副所長、俺の仮釈放が却下だと。何が悪かったってんだ、チキショウ、あの野郎。あ、日村だ。あ、冴島さん、今日は朝から診療所で治療だったはずじゃないですか。そうだ、今日は作業も休みのはずだろう。ただでさえ木工班の連中にやられたばかりなんだ。あまり表を動き回らない方がいい。治療やったらもう済んだわ。それより馬場ちゃんどこ行ったか知らんが。さあ、どこ行ってんだか。え、もしかしてそれを気にしてわざわざ運動場に。ちょっと気になってな。あんたが気にしてるのは馬場の仮釈放のことだろう。安心しな。今朝あんたが診療所に行った後、馬場が直接副所長の高坂に頼んで、今ちょうど再面談をしてるとこだ。え、それ本当ですか。ああ、馬場のやつやっと吹っ切れたらしい。ちゃんと仮釈放してシャバで生きていくことを決心したようだ。そうか。いやー、それよかった。あいつ相当悩んでたみたいだから、このままここに居残るのかと思ってましたよ。馬場のやつ言ってたよ。ここで無駄に飯食ってるだけじゃ罪は消えない。だから厳しくても表に出て現実と向き合って、そして罪を償うってな。臆病になっていた馬場を勇気づけたのはあんたなんだよ、冴島。あれ、副所長だ。ってことはもう面談終わったんじゃ。ん？それじゃあ馬場のやつどこ行ったんだ。俺ちょっと刑務官に聞いてきます。どうだった、もう面談は終わったのか。それが馬場の面談1時間以上前に終わってるらしいっす。なんだと。ほんなら奴はどこ行ったんや。気になる。終われんやないか。もう高坂に聞くしかないな、そしたら。よいしょ、こっちいっぱいいるね。ニキビの受刑者、こんなとこでも、なぜか隠れてタバコを吹かす奴がいる。抜け道はいくらでもあるってことだ。物しかり情報しかりな。釘原って奴、入所してからあっという間に手下を増やして、今や一大グループを築いちまった。あいつの使用がなせる技なのか、それとも元々仕組まれた何かなのか、あいつの動向は注目しといた方が良さそうだ。うん、また運動時間だ。これ以上こんな薄着で外にいたら本当に死んじまう。そりゃ寒いだろう。最近入った釘からってやつ、あいつ、あれはマジでやばい。俺も散々悪さしてここにぶち込まれたが、あいつは一体何をしでかしたんだ。どこ行きゃいいんだ。上に上がるしかないよね、これね。あ、一人なんかうなだれてるやつがいるぞ。ちょっといいか。おちゃん、聞こえとるか。おう、びっくりした。すまん、驚かせてもうたか。いやいや、ついうとうとしてしもうた。気ぃすきや、こんなところに寝とったら死んでしまうで。はっはっは、構うもんか。どうせもうシャバには出れんのだ。どこで死んだって同じ気楽なものよ。それで何の用だったっけかな。そや、うちの坊によるババア知らんか。
ババア、誰だったかな。ババのことは知らんか。この年になると物覚えが悪くてな、他の受刑者の顔と名前がなかなか合わんのじゃ。そうか、邪魔したな。いやあ、力になれんですまんな。ババのこと知らんってよ。あれ、一人なんか増えてるな。あんたはシャバジャ有名人だったんだろ。でも、ここじゃそのご公明は通用しねえ。副首長の高坂やヤクザが死ぬほど嫌いだからな。あんたの輝かしい経歴とっくに目つけられてるぜ。輝かしい経歴なあ。ちょっといいか。いや、なんだや。ババ知らんか。うちの坊の若いやつ。ん、あいつ知らねえよ。そうか。へへ、なんだトラブルかよ。退屈退屈しょうがねえんだよ。何があったんだ教えれよ。なんでもないわ、邪魔したな。ひひ、きっとなんかあったんだよ。なんかあったんだろう。ああ、楽しみ楽しみだな。ち。こいつか、あとは。あ、高坂か。あれ全員喋ったのに。このバスケットコートの方に行けるか？あ、君か。あんた、うちの坊によるババ知っとるか？ああ、あいつ、知ってる。さっき見たよ。ほんまか？どこに行ったかわかるか？最近入った気味悪いやついいんじゃん。釘原だっけ？あいつらと資材置き場の方行ったわ。結構前だけど。ババちゃんが釘原と？西島さん。西島、ババなんだが、どうやら釘原たちに。ああ、俺も今聞いたとこや。あいつら、お前だけじゃ飽き足らずババにも手を出してきたってことか。クソ、あいつら。とにかく急いで資材置き場に行かな。ババちゃん死んでるんじゃん。絶対死ぬパターンだよね。こいつやりやがった。痛えよ。違う、どうした？こんなところで何をこそこそやってる？こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何？ババちゃん。ババ、お前がやったのか？違う、俺じゃない、俺じゃないんだ。何？じゃあその手に持っているものは何だ？こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う、これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴、これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのに、バカなことをしたもんだ。何やて？俺じゃない、俺じゃないんだ。兄貴、信じてくれ。ほら、さっさとこっちに来い。ババちゃん、動きはだいぶ滑らかになったよね。4と比べたら5の方がね。4とか首がみんな一斉に高速で動くからさ。3とかもだけど。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自らケーキ伸ばすような真似するはずがない。ですよね。西島、あんたどう思う？いずれにせよ分からないことが多すぎます。誰か詳しいことを知ってないか聞いて回りませんか？せやな。
いや、釘原だろ。どうせあいつが、ババのアリバイを証明せよ。釘原だろ。どうせあいつが、あいつらの一味を自分で刺して、なんかしたんだろう。なあ、おい。なんだい。あんたさっきの騒ぎ見てたんか。いや、刺された瞬間見てね。悲鳴が聞こえたんで、急いで駆けつけたらさっき運ばれた奴が血まみれで倒れてた。その時、ババちゃんは、飲み持ってた方は何しとったか知らんか。あんたも見たじゃねえか。刺した方が震えて突っ立ってたよ。もっぺん聞くが、刺した瞬間は見とらんのよな。そう言ったろ。俺が駆けつけた時はもう終わってたよ。あ、めっちゃいっぱいいるじゃん。証言してくれそうな人が。さっきの障害、あんたの同室だよな。そや、あんな気の良さそうなあんちゃん人刺すなんて、そのことやがあいつの、ババのことで何ぞ知らんか。いやー、作業場も別だし、ほとんど話したこともないからな。ほうか、ゲーム館にしょっぴかれて、懲罰冒頭の方に行ったら見たけどな。わかった、ありがとな。こっちからしらみつぶしに喋っていくか。最近入った釘原ってやつ、あいつマジでやばい。また運動時間だ。こいつは喋ってくれないな、こいつは。釘原ってやつ入所してからあっという間に、あのおじいさんかな、今度は。もう一回あのおじいさん。あれ、じっちゃんがいない。うわぁ、どうでもいいけど今めっちゃカレーパン食いてぇ。カレーパン食いてぇなぁ。あ、交差か。あ、こっち入れるぞ、バスケットコート。広いなぁ。でも話してくれそうなやつは一人もいない。アリバイを証明しろと言われたが。あ、こいつか。あとは。あんた、シャバで有名人だったんだろ？さすがに1時間20分するとね、疲れがね、若干今日3本目だからね、鳥がね。あれ？いないなぁ。もう喋ってくれる人いないぞ。喋ったよね。ここ入れる？入れないね。ここの4人全員喋ったよね。ここは登れ。調べる。あ、公衆電話か。あれ、誰だ？誰と喋ったらいいんだ？アリバイを証明するっつっても、もうこいつはだって、ねえ、クソ野郎って言ってるだけだし。この中に一人いるとしか思えないよね。あと、喋れそうなやつが。それとも喋るんじゃなくて何かを発見しなきゃいけないのか？アリバイを証明せよと言われたが、物を発見する方かもしれない、もしかしたら。だとすると、ちょっと地面を見ながら走らなきゃいけないか。今一応ね、人と喋ることだけを考えて走ってたから。あ、そう、2時間ぐらいするとね、これね、ちょっと調子悪くなってね、落ちることがあるから、まあ、1時間ぐらいでね、一旦セーブする方が、まあ、ポイントとしては、いいかもね。あれ、あの、じっちゃんはどこ行った？肝心の人がいないぞ。木工所の中にいるのかな？誰かもう一人ぐらい。木工所に入ってないもんね。いや、さすがにいないか。
これはアリバイを証明しろって言われたんだけど、ちょっと待って、能力強化できます。つかぬ敵に対してためからの強烈な膝蹴り、はい、連機3段、連機2段からつながる強烈なフィニッシュブロー、うん、これはいいね。猛虎、無理を立たせる、大富岳、力をためた強力なアッパー攻撃、いいね。よし、ゴーガ、体液体から発生する強烈な投げ技、ほいと。あ、まだいけるこれ。力を極限まで貯めた状態で回転しながら敵に突っ込んでいく大技、最後まで長押し。これ以上強化できません。よし技だけはマックスにしといた。マジでいないんだけど、ここ開けられない？詰まったな、完全に詰んだぞこれ。いやー、ちょっと待って、こいつらもう一回話すか。物しかり情報しかりな、ちょっと怪しいなこれね、この情報がね。人じゃないかな、やっぱり。もう、何、このアリバイ探すのに1時間ぐらい使いそう。こいつがもうちょっと違うこと喋ってくんないかな。交差か、あっち入れるか、もしかして。もうここの移動ができるとしか考えられないよね、こっちのフェンスから。あれ、いけないな。あ、え？こっち行けなかったらどうしたらいいのこれ。ちょっとこれわかんないな。アリバイを教えてくれる人がわからない。ちょっとこれは待ってね。はい、ということで、なんかようやく話が聞けるやつがいました。話聞かせてくれるから絶対バグだよね、これ。痩せた受刑者はなんだい。ババちゃんのことなんやが。ああ、やばいことしてかしたな、あいつ。ババちゃんが刺したところ見たんか？いやー、見てねえよ。だが状況を見る限りあいつが刺したのは明らかじゃねえか。なんやと？だってあいつ、釘原にいじめられてたんだろ？そうなんか。昨日、釘原たちに資材置き場に連れて行かれるところを見たぜ。釘原のクソが。釘原のやつ、頭が壊れてるって話じゃねえか。以前、必要ないじめにあった同房の若いやつが自殺しかけたこともあったらしいぜ。大方ババも釘原たちからしつこいリンチにあって、衝動的に反撃しちゃったんだろ。ババちゃんはそんなことするやない。問題の瞬間を見たやつがおらんのやったら、まだババちゃんが刺したこととは限らへん。でも刺されたやつはババに刺されたって言ったんだろ。奴らが言うことは信用できん。俺らでババちゃんの疑いを晴らしてやるんや。邪魔したの。なあ、おい。ババの疑い晴れるといいな。ああ。よーし。西島さん、どうでしたか？そうですか。結局、ババがやったという証言はなかったが、やってないという証言もなかったな。けど、せやったらあの刑務官らもババを犯人扱いできへんやろが。それは
どうかな。ん？被害者本人が馬場に刺されたって言ってるからな、直接証拠としては十分って気もする。直接証拠？ええ、馬場ちゃんが刺したという目撃証言や被害者の証言とか、馬場ちゃんが犯行した事実を裏付ける証拠のことです。はあ、でもそれだけじゃ馬場がやったって証拠にはならないんじゃないのか。もちろん、でも俺らも刑務官もみんな馬場ちゃんが凶器持ってたことは見ています。つまり直接証拠を裏付ける間接証拠もあるってわけです。言い逃れは苦しいでしょう。日村、その知識一体。せやけど馬場は自分はやってへんって言うとるやろ。自分らそれ信じへんのか。馬場を信じるなら刺された連中の方が嘘をついているということになるが。当然その可能性もあるでしょうね。だが今はそれを証明する事実が何一つない。それじゃあどうしようもないということか。いや、手はありますよ。なんだ。馬場ちゃんが刺してないっていう証拠を集めるんじゃなく、逆にあいつらが嘘をついてるって証拠を用意すればいいんです。嘘の証拠？ええ、俺の読みじゃあの凶器、あれは刺された連中が用意したもんなんじゃないかと思ってます。あんな木彫り用ののみ、木工犯じゃない馬場ちゃんに用意できると思います？確かに。だが相手が持っていた武器を馬場が取り上げて刺したって可能性もあるだろう。ええ、でも逆にそこがおかしいんです。あの時刺された男は馬場ちゃんがいきなり刺してきたと言っていた。いきなりってことは武器を奪われたという事象の否定、つまりあの凶器は馬場ちゃんが用意したものであると被害者自ら断定してるんです。なるほどな。そしたらあの凶器の出所探って馬場が用意できんかったっちゅうのを確かめたらええんやな。そうです。それが証明できれば被害者の証言を否定することができる。そうなれば少なくとも馬場ちゃんが犯人であることも同時に否定できます。うん、日村。はい。さっきから気になっていたんだが、どうしてお前そんなに証拠やらなんやら詳しいんだ。やっぱり気になっちゃいます。このこと内緒にしておいてほしいんですけど、実は私昔同系の刑事なんかをやってまして、しかも一課の。刑事やと？なんで刑事が無所におるんや。まあそれは職業柄いろいろと誘惑がありまして、つい、いわゆる汚職ってやつに手染めてしまったと言いますか。なんで隠してた？そりゃ刑事といえ犯罪者を逮捕する仕事でしょ。刑務所の中で元刑事だなんてバレたら受刑者たちからリンチされるのは目に見えてますよ。そういうことか。収賄罪で幸い刑期も短いし黙りで行こうと思ってたんですが、同じ棒で一緒に飯食った仲間の窮地ですからね、黙ってるわけにもいかないと。なるほどな。見直したぜ。で具体的には何したらいい？ババちゃんが手に持っていたあののみがどこにあったものなのかを調べるのが一番の早道でしょう。よし、ほんならそれを調べて回るか。そうですね、手分けして情報を聞き込みしましょう。聞き込みか、まるで刑事の口ぶりだな。さあ気合い乗ってきた、やりましょう。ああ、志村あんた優秀じゃねえか。実はさて、じゃあ聞き込み開始すっか。あんたはババを知っとるか？ババ？ああ、いつだったら永遠作業班で一緒だな。ちょうどええわ。その永前犯っちゅうのはノミを使ったりすることあるんか？ノミってあの木を削ったりするあれ？どうなんだろう。永前作業つっても実際やるのは雪かきくらいだからな。
でも絶対使わねえかっつったら自信ねえよ。俺が今までそういう作業しなかっただけかもしれねえし。そうか、もっと確かな情報を持ってるやつを探さなあかんな。お前はどうだ。くそ、こいつは高坂に対する恨みつらみしか言わないな。こいつも冴島が有名人だっていう話しかしないか。くそ、あ、こいつ怪しいぞ。ちょっといいか。なんだよ、この刑務所で一番情報に通じとるやつを知っとるか。うん、それならあいつだろう。あのじいさんが、あ、あいつはここでもだいぶ古株でな。どうやったのか刑務官ともつながりがあるとか。コネクションを利用してここのものと情報はあいつが支配しているようなもんだ。差し詰め、アバシのメディアオってところな。なるほどな、助かったわ。おい、メディアオさん、すべて教えてくれよ。おい、あんたが情報やったとはな。VC 付きだね。刑務所だって社会の一部だ。所帯はみんな作法くらいを守りたいもんだぜ、冴島大河さん。さすがに名前くらいは知っとるか。情報屋なら当然だろ。まあ、あんたからの有名人ここにいるやつなら誰だって知っとる。そしてあんたは情報を欲しがっている、馬場茂樹の傷害容疑を晴らすために。うん、同房のよしみとはお優しいことだ。そこまで知っとるなら、凶器がのみだったことも知っとるな。その出所が知りたい。簡単に言ってくれる。どうもさっきの事件はガードが固い。かなりヤバい山だ。それでもや、頼めるか。ならそれなりの対価をもらわんとな。よく聞け。お前の右手側にイカズイ受刑者がいるな。顔を向けるな。目だけで確認しろ。まずあの男からブツを受け取れ。周囲に感づかれないようさりげなくだ。ブツが何かなんてくだらん詮索はするな。あの男から何か受け取るんやな。わかった、その次は。そのブツは今度はお前の左前にいる刑務官、見えるな。あいつに渡せ。当然周囲に気づかれないようにだ。刑務官に露骨に近づくのはやばい。あいつには金網越しにも渡せ。ブツはそれくらい小さいから問題はない。俺に多くの味方がいる。だがそれ以上に敵も多くてな。今の二人以外ここにいる連中は全て敵と思え、くれぐれも怪しまれるような行動は取るなよ。ああ、わかった。情報を頼んだで。え？大男からブツを受け取って刑務官に渡すのか。うん。周囲の気を引かないように男に接近しましょう。他の囚人は刑務官のそばで走ると目立ってしまいますと。近くにいる場合は歩いて移動しましょう。おーいと。お、謎のブツを受け取った。さあ、ゆっくり歩いていきましょうか。金網越しに渡せと。おいしょ。おい、謎のブツを渡した。うん、もう怪しまれることはないやろ。あいつに話を聞くとするか。案外すんなり言ったな。危ない危ない。約束果たしたで。ああ、確かに情報は何かつかめたんか。まあな、のみを持ち出せる受刑者だったか。この無所の中じゃ木工班か、川加工班、どちらかだけだ。川加工、財布やバッグの革製品を作って業者に卸すんだ。木工班か、川加工班か。確かやろな。うん、疑うのは勝手だ。ただな、なんや。不況の影響とかで刑務所作業製品への発注が激減してるらしくてな。2年ほど前から、川加工班は加工作業は実質行われていない。つまり、のみを持ち出せるのは木工班の受刑者だけ。そういうことになるな。そしてもう一つ、刑務所作業用ののみには全て番号が振られている。作業者は特定の番号ののみだけを使うよう厳重に管理されているようだ。なるほど、刃物やからな。それくらいやるのは当然やろな。最後に、これがお前にとっては特に重要だろう。釘原は木工班だ。なるほどな、一歩前進や。世話になったな。もう証拠上がってるじゃん。うん、のみの出所は木工班で間違いなさそうやが、誰のものなのかまではわからんか。一旦日村たちと合流しようか。うん、もうこれで助けられるじゃん。結局凶器ののみが木工班のものだったってことはわかったが、それが誰のものかはわからずじまいか。直接のみを見ることができたら
誰の使ってるのみか分かるもんなんやろうか。とはいえあの凶器ならババと一緒に刑務官が持って行っちまっただろうが。そうなんですよね。あれさえ見せてもらえれば出所の調べようもあるってもんなんですが。どないする、刑務官とこ行って頼むしかないか。そこまでお人よしはないでしょう。刑務官も行ったら最後3人揃って懲罰房に入れられるのが関の山です。ほんならどうすんね。仕方ねえ、やるか。え、やるって何よ。盗むってことだよ。盗むって、大島のおやっさん、あんた自分の言ってることの意味分かってます？ああ、ここはシャバじゃないんですよ。刑務官から物を盗んでバレたりしたらそれこそ懲罰房どころじゃ済みませんよ。下手したら刑期延長も。安心しな、この俺がそんなヘマやらかさねえって。おやっさん、あんたまさか。窃盗数1万5000件超、逮捕歴ゼロ、背広の平八郎とは俺のことよ。知ってる、刑事課に配属された頃盗難係ですでに伝説と言われてた大泥棒だ。もう一体してるって話だったけど、まさか実在したなんて。そんな大泥棒がなんで無所に。逮捕歴ゼロなんやろ。自首したんだ、60歳の誕生日にな。自首？ああ、ずっとカミさんに隠してたんだ盗みをやってること。毎日サラリーマンのふりして背広を着て家を出ては盗みを繰り返していた。だから背広の平八郎だが、俺が定年すると決めていた60歳の誕生日、俺が家に帰るとカミさんは家からいなくなっていた。どうして？まさか親さんが盗みやってんの知ってショックで自殺したとかですか？バカ野郎、そんなんじゃねえ。盗まれたんだよ、別の男に。笑うな。盗みをやり続けた俺が一番大事なもん盗まれ続けてたことに気づかなかった。だから俺はそんな自分が嫌になって自首したんだ。人に歴史ありやな。極道組織の大親分に伝説の泥棒、それに刑事、ほんと人生どこでどんな出会いがあるか分かったもんじゃないですね。もう二度と盗みはやらねえと誓っていたが、ババのためなら仕方ねえ。きっちり俺が刑務官とこからあの凶器盗んできてやる。任せたで。ああ、それじゃあ凶器の方は大島さんに任せましょう。俺らはどうする？少しでも証言を集めましょう。今釘原の一味も全員刑務官に事情聴取を受けてますから自由に動けますしね。証言を集め終わったらここに合流するということで。分かった。うん、さて証言を集める言うても他にどんな情報があればいいんや。そうっすね、飲み屋木工班のものからもう少し突っ込んで、その飲み屋誰が使っていたかにつながる情報を探しましょう。大島さんが持ってきてくれるはずの飲みそのものとセットで馬場ちゃんの無実を裏付ける大きな証拠になるはずです。なるほどな、わかった。さっき情報屋の当てがついたんや。もう一遍そいつに頼んでみるわ。わかりました、じゃあ俺は他当たってみます。じゃあまた後で。そしたらまたあのおじいちゃんと喋れればいいのかな。おいよと。今度はどんなご用件かな。ノミには番号が振られていて、使用者と対応している。そして釘原は受刑者で唯一ノミを持ち出し、ウル木工班に所属している。せやったな。よくできました、その通りだ。で、釘原が使っていたノミの管理番号が知りたい。ふっ、花から釘原を疑ってるな。案外ババが本当にやったのかもしれないぞ。余計な話はええ、やれるんか。いいだろう。では次のお仕事だ。またブツの受け渡しか。いや、向こうに刑務官がいるな。
しばらくの間あいつの注意を引いてもらう。それなら追いかけっこでもしておいてくれ。おとりになるってことか。理解が早くて結構、まあしばらく時間を稼いでくれればいい。こいつを持っていけ。わかった。謎の封筒を受け取った。追いかけっこすんの？ん？どこ？謎の封筒を持っていけ。あら、この奥？のこの奥か。あ、こいつか。なんだ？どうしたと聞いている。何の用だ？貴様！待て！どういうこと？あー、なんだよ、やるのこれ。はいはいはい、逃げろ。待ちなさい。ちょっと待ってよ、これ1分も逃げなきゃいけないの？待ちなさい。よいしょ、走れ。遅いぞ。待て、サイジマ。いやー、走れ走れ走れ。運動の時間だから今。30秒か。ここで捕まるわけにはいかんぞ、冴島。残り20秒。頑張って走り抜け。危ねえ。ちょっとあいつ邪魔すんじゃないって。残り15秒なんだから。一人結構突き放してんだけどな。もう一人がすげえつけてきてんだよな。よし、残り7秒。よーし、オッケー、1秒。うん、もうそろそろええやろ。何を持っている、見せろ。これのことかいな。謎の封筒を渡した。封筒、中は紙切れ。ご苦労さんだと。ふざけやがって。あいつ余計なことしようって。貴様、最上のな。このことは大きな減点対象だ。確保しておけ。これだけで減点なんの？そんなバカな。よいしょ。ご苦労さん、久々にもらわせてもらってよ。ここじゃ面白いことなんてめったにないからな。頼んだこと分かったよな。あ、134番。これが釘原が使っているのみの管理番号だ。134番。これで凶器ののみが手に入れば、晴れてババは無実が証明か。あ、世話になったな。そうそう、これは負けだ。新聞の契約に洗剤がつくようにな。傷薬をもらった。ふん、サービスええんやな。それが商売成功の秘訣さ。またのご利用お待ちしてるよ、冴島。どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら。ああ、バッチリだ。さすが背広の平八郎。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なのか。いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番、あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした、冴島。そんな声面してどうした。なんでババに手出した。お前の標的は俺のはず。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに。大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたも馬場と同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。馬場が大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。
木工の作業所からお前の道具だけ綺麗になくなっとったわ。ババを脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに。生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ。昨日の夜、佐江島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前だがあいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう。あん時本当は何が起こったのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこにババのやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみをババに渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、佐江島、お前。立てや。やっと手出したな。早よ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけで切れやがって。やがましや。お前に切れとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。何だと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん。それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ。何が若頭じゃ。兄弟に思える男、見捨てていけるほど俺は人間できてへん。知り弟の痛み体で味を追ってもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。あら、バトルか。ここで楽しもうぜ。釘原ひろし、これはやばいな。こんな、いや弱い。いやー、よいしょ、やべ、よいしょ、俺は佐江島強いんだぞ。よいしょ、おい、おやべ、
やべえ、クギャラ強えじゃねえかお前。サイズメとこんなにやり合えるとは。1,2,3,4、ほいほい。なんか新しい技が加わったはずなんだけどな。2回でこれが出せるようになったのか、ため攻撃が。釘原、わしは許さんぞ。うお、こら、ふう、きちんと落とし前つけさせてもらったからな。何がおもろい？この勝負、俺の勝ちだ。全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。てこずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話？俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。祭事前の復讐じゃないのか？復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、冴島大河、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを？お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか？俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと？一体誰の差し金や？またお前たちか。冴島、副所長さん聞いてくれ、こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか？はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほら、こっちに来い。はい。あ、これで第一章だったのか。第二章、決意の道、ちょっとだいぶ長くなっちゃってんな。だいぶ長いところ、2時間やっちゃってるわ。懲罰貿易やないんか、副所長さん。なぜ手を出した？なぜ手を出したと聞いているんだ。おかしなこと聞くんやな。こないだはなんで手出さへんのか聞いてきたばっかりやないか。これはお前の仮釈放申請書だ。数日前から私が進めていた。なんで？あんた組の人間は表出さんって言うてたやないか。一週間前に所長宛に届けられたハガキだ。搭乗会がお前を破門するという旨が書かれた破門状だ。刑務所は更生施設。罪を犯した人間を更生させるのが本来の目的だ。罪に対して十分な更生を態度で示した服役囚には刑期の軽減措置が図られる。仮釈放もその一つだ。通常服役囚が極道関係者の場合、更生を示す最も有効な手立てが組を辞めるということ。つまり
今回のケースもそれに当たる。お前、ここを出たら東条会の若頭を襲名する予定だったんだろう。2年前、お前がここに移送されてくる際、警察関係者から申し送りがあった。そのことが他の囚人にバレないよう配慮してくれとな。傷害罪で3年、お前ほどの大物がこの手の軽微な罪状で服役する場合の理由は2つだ。敵対する第三者にはめられたりなどして現場不在を余儀なくされた場合、もしくは逆に自ら身を洗い組織の万全を期すため。釘原に暴行を受けても手を出さなかったのは、身を洗い一刻も早く組織に戻るためだよな。もう波紋の見え歓迎ない。今回のことは不問に付す。組を辞めたお前がもうここで無駄に苦しむ必要もないだろう。どうした、泣いてるのか。冴島、アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え、どこに行く。おい高坂、仮釈放の件辞退させてもらいます。なんだと。破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償うてここ出られりゃ、そんだけでええ。冴島、冴島の兄貴。冴島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺、本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副署長が通してくれたようです。そうか。それにしても冴島、ずいぶんと早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや、あの高坂いう男にね。高坂が？ババちゃんの件といい、冴島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか。波紋のせい。波紋？それってまさかあんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋って、そんな、何があったんです。理由はわからんけど、破門されたこと自体はどうでもええ。それより、それよりなんだ。嫌な予感がするんや。配達です。はい。これってん、どうした日村。これって冴島さんがいた組のことですよね。東条会最高幹部真島五郎氏死亡って、
兄貴、これ。こういうことやったんか。まさかあんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。兄貴、嘘や。この犬ことあるわけない。冴島さん、こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。冴島、ババア。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。わかりました。冴島、お前もだ。早く立て。兄貴。わあ、マジマの兄さん本当にやられちゃったのか。本当にそうなのか。呼び出したのはあんたか、副所長。嘘の理由まで作って来ないな場所を呼び出して一体何の話。副所長室では第三者に話が聞かれる可能性もあるからな。安全のためだ。我慢してくれ。どういうことです。説明してください。実は冴島の仮釈放申請が却下された。え？却下って、どうして。私にもわからない。通常仮釈放の申請は施設のある地方更生保護委員会が審理し決定されるものなんだが、今回はさらにその上、法務省から直接圧力がかかったようだ。法務省って。法務省。そんな。冴島は全国の警察関係者もマークする裏社会の大物だ。東上会ほどの大組織の最高幹部が仮釈放されるとあれば、法務省が口出ししてくることも考えられるが。話言うんはそれだけか。ん？さっきも言うたはずや。俺は仮釈放を申請するつもりはない。それにババちゃんはこのことに何の関係もないはずや。俺はすぐにでも調べなあかんことがあるんや。真島五郎のことだな。真島？真島って確かさっき新聞に載ってた人の名前。真島五郎、東上会射程頭直系真島組組長、構成員数千人を超える組内最大の勢力真島組の組長であり、冴島大河の唯一無二の兄弟分。そうだったな。え？じゃああの殺された人っていうのは兄貴の親友。そう。そしてその真島を殺したと目されているのが札幌北方組の組長、北方泰造だ。北方組。警察関係者の話によれば、真島は東上会会長の命を受け、北方組を傘下に収めるべく札幌へとやってきていたらしい。そして組長の北方との会合中に撃たれて死んだそうだ。どうしてお前がここに呼ばれたのかわかるな、ババ。はい。なんなんや、ババちゃん。北方組は前に俺がいた組です。なんやて。場所を移した方が良さそうだ。そうだな、資材置き場で待っててくれ。私もすぐに向かう。一緒にいるのを見られるのは避けたい。ええんか。この隙に何するかわからへんぞ。お前も話の続きを聞きたいだろう。冗談に付き合っている暇はない。いいな。わかった。あの、兄貴。ババジュン、今は副所長の言うこと聞いとこう。話はそれからや。はい。あららららららら。ら、なるほどね。どうしよう、そうしたらちょっとセーブして終わってもいいんだけどな。話の続きがちょっとわからないってなっちゃうから、
一応まあ話聞いたらでもセーブできないかもしれないからね。ちょっと気になるけど、まあ今回はここでね終了にしましょうか。次回ね、またお話続き聞いていきましょう。はい、ということで今回はここで終了いたします。次回はですね、この二人のに何を託されるかわかりませんが、このね登場会と北方組の構想について真実をですね副署長から聞いていきましょう。ということでまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。